。こんにちは、のぶです。ということで、今来てるのは見たらわかると思いますが、那覇空港です。そして那覇空港に来ているのはちょっとトラブル発生して飛べるかわからないんですが、今からちょっと出かける予定です。そしてその出かける前に新しくできたターミナル、 LCC のターミナルが国内線と国際線の間にできたので、ちょっとそちらを覗きに行こうと思います。できたのは先週からだと思うんですが、ちょっと行ってみたいと思います。こちらに行くと LCC ターミナルかと思ったんですが、違いますね。普通に C の方は検査場ですね。那覇空港の LCC ターミナルはまだでしたね。18日からのようです。ということで旅立ってきます。なんとかトラブルに対処しました。今から沖永良部島へ行ってきます。沖永良部島のジョギング大会に参加しに行ってきます。とりあえずチェックインしておきます。時間チェックインじゃなくて中に入ります。前もご紹介しました。その紹介をしたのは、ただいまご搭乗の最終案内を、ご案内いたします。皆様必ずご覧ください。ご質問完全に停止し、めっちゃ風強いですね。そりゃそうですね。空港はなかなかこじんまりした空港ですね。さすがです。で、来たの2回目なんですが、昨日エラーブジマは到着しました。すげえ、本当にすげえめっちゃ海岸だそしてなぜかあそこにヤギがいますヒージャーがいます。すごいな、オーシャンビューというか高かったですから。オーナー6人で来て、一応1人、今日は1人1万円で、明日が1人7000円。そしてあちら側が、あっちがタラソンっていうホテル。風強いですね。さすが海沿い。中入ってみましょうか。すげえ。なんかいいんじゃないのこれ。よいしょ。よいしょ。
すげえ。ギビング。はい、中です。オーバー室だな。おー、なんかベッドがある。オーバー室に畳んでる。11時の飛行機。あ、そうですか。鍵置いて、タオルとかも準備しました。お姉さんに、ありがとうございます。使用禁止。ちなみに、私、企画なんで、どうしようかな。使用禁止。ここは入っちゃっていいですか。あ、そうですけど、期待できます。はい。これさっきガレージか。ガレージの前に、一歩手前に。お、ドライエリアみたいなのがある。あ、すげえ、吹き抜けなってるんだ。すげえ、吹き抜けだ。楽しげな。なんだこれ、なんでこの天井、めっちゃおあ、てか、しかも全部1,2,3,4,5,5,6をどうだ。走るポイントで、走り終わる地点がこの辺りです。そして風ちゃんって言って潮を吹き上げる場所らしいんですが、どこがそうなんでしょうか。みんなが覗いてる場所がそうなんでしょうか。めっちゃ覗いてる。おお、なんか落としたら大変な音。もうちょい先もある。でもここもすげえ。終点ぐらい。この辺で終点です。じゃあ、なんもないですけど。絶壁なだけです。終わりっぽい感じです。結局潮を吹き上げる風茶という場所が偶然がこのめっちゃ風切り音なので喋ってる声が入ってるんでみんな戻っていきました。まだ怖いですね。前方のあの影が徳之島。ああ、見えてるかもしれないのか。被ってる感じなんですね。わかんないですね。大きいのは奄美ですよね。どこまで行くんだ。なんか奥に向かっております。
こまで行くんだろうか。止まってる、みんなが止まってる。じゃあ水が溜まって、ご飯です。この有志の墓です。15世紀の有志です。どういった意味で、それでいいですか？大事なご神ですね。はい、行きましょう。準備よろしいですか？それでは明日のジョギング大会に。